宮田和人のミヤチャンネルへようこそ。すごい位置からスタートしました。今日ご紹介するのはちょっと広角で撮ってるんですごい奥なんですけども、もうちょっとで指が届きそうなこのブルーのタンク、DK ワークス、 DK ワークスでいいのかな、そうですね、 WORKS、DK ワークスさんの純粋機でございます。今ちょうどね、洗車が終わって使い終わってから撮ってます。ですね、洗車してるところを撮れよという話なんですけども、2月にね、車がまあちょうど来たんですけども、それに合わせて純粋機、買ってみました。でそれからずっと純粋機ですすいでおります。なかなかいいでございます。はい。で、なんで純粋機を買うことになったかというか、欲しいなというか購入したかと言いますと、あれですね、水道水の不純物、アルファード グリルがでかい40ね、まあまあ30もそうなんですけど、なんか洗車終わってブロワーでぶっ飛ばしても、なんでしょう、永遠に水出続けるみたいなのがあって、それが乾いちゃうと、水道水に入ってる不純物が残っちゃう。それがね、白い斑点になったり水垢になったり水じみになっちゃうんですよ。で純水器の場合は、不純物が入っていないので、まあ水が乾いても結局残るものがないので、シミや水じみにならない、まあ、ならないって言っちゃうのもどうかと思うので、一応なりにくいということになっております。はい。でなぜ DK ワークスさんのにしたかというと、まあ評判もいいし、まあ性能も良かった、今使ってみたんですけどね、性能良かったから買ったわけじゃない、お試し期間があったわけじゃないからあれですけども、もう3ヶ月に2、3、4、そうですね、今5月の頭なので3ヶ月使ってみたんですけども、水がね漏れたりすることもなく、ちゃんと使えております。そしてこの中に入っている、水道水イオン交換樹脂っていうのかな、が最初から、充填されてくるのが DK ワークスさんの商品になります。他のやつはね、別売りだったり、あと別に入ってきて、ここでこのタンクにこのイオン樹脂を入れてっていうのがあったんですけども、最初から入ってくるので、もう届いた瞬間にホースつなげば、そこ使えるというのが結構ありがたいですね。なので宅配の人がなんかすっげえ重たいもの届いてますっていう、中にもうその樹脂が入ってるので、ちっちゃい割にはちょっと重い状態で入ってきております。はい。でちょっくらアップで見せますか。はい。はい。ですね、ここがここが元栓になっております。で、二股になってまして、手前の方がそのまんまこっちのタンク見えてるかな、どういう感じになってんだろう、こっちのホースに入っております。これはもうただただ何もない、ただ本当に水道水、そのまんまなので、車を一番最初に高圧で洗ったり、まあ、うちケルヒャーじゃなく、どこだっけ、時々しか出てこないので忘れちゃいました。あとは普通のこれの水圧で落とすやつで、奥の方がずっとぐるっといって、純水器通って純水になったやつがこっちに来て、で最後まあこれですすいだりするという感じになっております。はい。そしてですね、よいしょ、こういう測定する、装置機械っていうのもマニュアルにしちゃったからピンとこないから、この辺がね、付属されております。はい。でここの上 PPM っていうのがあって、100を超えると、1個の純水器ではきついので、純水器を2個、純水器に入った水をもう1回純水器に入れてお使いくださいって書いてありました。ちなみに、函館の水道水でございます。このまま飲めますということで、このまま入れます。見えるかな、見えてないかな、 0039PPM ってことでしょうね。はい、ありました。どうなんでしょうね、これは多いのか少ないのか。見えてますかね。はい、こういう感じで数字が、はい、39で、今度はよいしょ、純水器、これを1回洗って純水器で作った水に入れ替えます。はい。すすいで純水器のこいつをね、
こいつで使った、奥にあるか、あの青いタンクの純水器から来てるやつがここに入って、このシャワーヘッドでよいしょ、すすいで入れました。この中に入っているのが純水でございます。はい、で入れます。はい、見えますか、見えますでしょうか。00000、はい、不純物一切ないと今いう状態になっております。 17.2 度っていうのはこれはそんなに暖かくないよね17度もないよね。今ずっと洗車してたから16度、あ、下がってきましたね。はい、この温度は正確なのかどうなのかっていうところですけども、不純物が入ってないということで0000が出てきております。はい、はい、ということでざっくりとなんですけども純水器のご紹介でございました。先日車ちょっと外に止めといてたらですね、3列目助手席の後ろにですね、鳥の糞、まあ運がついたということで良かったっていうことにしておきましたけども、ついててうわーと思って、もう洗車するのも40アルファード車でかいんで、もう丸ごと全部洗うのもめんどくさいな、でも鳥の糞落としたいな、でもそのまま擦ると傷になるなっていうので、純水器の、シャワーのね、このヘッドで一番強い状態にして、まあウル化して、で落ちる水圧で落ちるところまで落として、で、ムートンでべちゃべちゃにした状態で鳥の糞のところだけね、こう流れてきてたんで、そこだけ、軽く洗い落として、でまた上から純水かけて、で拭き取ると周りの汚いね、まだ汚れてるとこもあるんで、それこすっちゃうと砂利なので、そのまんま純水でバッと水を流したまんま、その日はもう放置して、まあ寝ましたと。で翌朝起きたら乾いてたんですけども、そこだけあの綺麗になってて、変な、なんて言うんでしょう、その乾いたの水の型っていうか跡みたいなのがなかったんで、おお純水器すげえなという感じを、しました。だから本当に虫ね、あの長距離走ってきて、とりあえず洗車するのめんどくさいけど、フロントのバンパーの虫だけ取っておこうとか、鳥の糞がついちゃったけど洗車する時間ないけど鳥の糞は取りたいからそこだけやっとこうっていうのには、水で洗うとね、水染みになって型になって、その型を取ろうとしてこするとまた傷になるので、純水器でね、洗ってしまうと、いわゆる不純物が入っていないので、水が乾いても、謎の変な白い型みたいなのがつかないと、すげえ便利です。はい、なので永遠にグリルから出続ける水が翌日も滴ってますけども、あのバンパーのね、下のとことか横のところにこう垂れ下がってきてるのが点々点々とかってついてたりするじゃないですか。あれがないとすごいいいですよ。はい、で、僕の使い方としては、まず先に水道水の方で、まあ、水洗い、あの水圧とかで流れるゴミ汚れはこれで流しちゃって、バケツにシャンプー入れて、シュワラスターのシャンプー使ってます。で泡立てて、本当はね、あのウォームガンみたいなので泡泡にしたいんですけども、でかいのと、1個買ってね、シュポシュポのやつ1個買ったんですけど、コーナーどこだっけ、売ってるあのこうタンクのやつ壊れちゃったんでいいやと思って、まあ、そのまま、ウォッシュミットみたいなあのムートンの、あれにつけてるんですけども、その時も、まあ、合成にというか、こっちでね、純水器で作ったやつでやってもいいんですけど、まだあの洗い流さなきゃならないのと、あんまり使うとやっぱりね、イオン交換樹脂劣化しちゃうので、まあその辺まではまだ水道水でいいかなっていう感じで洗って、で、ざっくり水でその泡流すのもまだこっちですね。で、最後の最後、すすぎみたいな感じで天井から、純水器でずっと水をこう細かい隙間とかレールとか細かいところに入っているやつをずっとこうやって、中に入っている水を出して、中に残るのは純水だけみたいな感じでね、純水器で、天井から全部一周、特にねホイールとかナットのところ にあの純水器でやっとくと、拭いたり、あと、マキタのは買えなかったんで、あのヤフオク、ヤフオクじゃねえ、アマゾンで、ブロワーでっかいやつ、ゴミ飛ばすやつ、あれでねブワーって飛ばすんですけども、ナットのとこ出てくるじゃないですか。ああいうところもきっちりこう純水に、しておくと、垂れてもホイールのところに変な染みつかないので、あの本当に細かいところにねいっぱい純水器の水を突っ込んでおくと、拭き残しというかブロワーでぶっ飛ばして拭いても本当に出てきちゃうんで、そういう時のが乾いたやつの型にならないっていうのは本当にいいなと思っております。これからも型にならないので、ちょっと暑い日だと気使うじゃないですか、洗車すぐ乾いちゃうと本当にシミになるので、なので純水使うとね、ちょっと乾いてもシミにならないので、洗車も
慌ててやることもなく純粋いいなと。そしてさっき言ったみたいに鳥の糞とかね、そこだけ洗ってとりあえず拭かなくても、とりあえず純粋で洗い流しておけば、染み方にならないという感じでございます。特に大きい車とかね、本当に1回洗車するのにすげえ時間かかる車は純粋機おすすめしたいと思います。はい、なので、また概要欄下貼っときますので、ご興味ある方はぜひぜひ下から購入してみてください。はい、ということでミヤチャンネルでございました。それでは。